ただいまから吉笛オカリナ演奏会を始めさせていただきます。まずはじめに高田総支配人からご挨拶をお願いいたします。皆様こんにちは。本日は、吉笛オカリナコンサートにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。この大ホールを使いまして、コンサートイベントを行うのは本当に、久しぶりで、ございます。コロナの影響で、長らく、できておりませんでしたけれども、約3年ぶりに、開催をさせていただきます。またここへ来て、感染者数が増加している傾向でございますけれども、また、第8波が、近づいてきて、そのような、足音がひしひしと聞こえてきておりますけれども、できる限り、このような、コンサートで、皆様に、楽しんでいただきたいなというふうに、思っております。感染予防をできる限りね、させていただきながら皆様のお暮らしに、楽しみを、していただけるようなこういった企画を、これからもしていきたいと思っておりますので、皆様におかれましても、感染予防に、ご協力と、お願い、ご協力をお願いいたします。さて、本日の、吉笛オカリナコンサートは、コロナ禍でなければ毎年1月に、開催されています、市民吉狩りを、ご担当されている、大津市の環境政策課のご厚意により開催できることとなりました。今回荒木様、池田様ご尽力いただきまして誠にありがとうございます。そして本日演奏していただける奏者は皆様もよくご存知の方もおられるかもしれませんけども、2002年から毎年市民吉狩りに合わせて演奏に来ていただいていますホットラインの平尾様ご夫妻でございます。今回で18回目となるということで、私よりもこのアクティバのことをよくご存知だと思いますけども、琵琶湖の樹脂を使って作られた吉笛とコカリナ、そしてギターで安らぎの音楽を奏でていただきます。午後のひととき懐かしい音楽をたっぷりとお楽しみください。それではホットラインの、様よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。毎回、市民吉狩りの時、ここの、ね、吉狩りされる時に午前中にねコンサートさせていただいてましたが、今回はお昼ご飯食べてからのコンサートで、もうさっきもね、なんか寝てるんちゃうかなというような、多分寝てなかった。僕たち演奏してましたけどね、こんな気楽なやつらでございます。よかったらね、皆さんも、あ、眠たいなと思ったら寝ながら聴いていただいても全然構いませんし、はい、寝ていただいた方が気持ちいい音楽やと思ってくれてはんねんなと思いますのでね、はい、ぜひぜひ心機の方に解釈させていただきますので、はい、終わった時にまだ寝てはったらちょんちょんと言って起こさせていただきますので、ご安心して、はい、寝てくださいね。はい、まあコンサートそれにあたりまして、いつも吉狩りに合わせて私たち呼んでいただいてるっていうのはなんでやねんっていうと、まあまあ吉笛を使ってるっていうのもあるんですけども、この吉っていうのはね、いろんな働きを持ってるっていうことでね、いつもいろんなところで説明もさせてもらったりしてます。せっかくなんで今回はちょっとね吉狩りに合わせてのコンサートと違うんで、まあ、吉の話も交えさせてもらおうかなということで、こんな吉の話というプロジェクターも用意してきました。まあ吉と言いますと皆さん一番よく目にされるのが吉図の吉ですね。天沢市にとっても元気な吉ですね。あんな吉のことですけども、私たちは近江八幡に住んでおりまして、近江八幡の丸山町というところには水郷がありました。皆さんこんな風にね、和船で水郷巡りをされています。これが一つの観光の名所だったりするんですけど、でこの吉なんですけど、吉なの足なのってよく聞かれるんですが、もともとは足でした。日本のことをね、豊橋原の瑞穂の国という言い方がされてましたけども、まあ、日本国中あちこちに足が生い茂って、日本が、まあ、
川上美濃の国という豊橋派の水穂の国という言い方がありましたが、足って言われてたんですけども、足と聞くとなんか良しい足でなんか悪いもんかというふうに思われちゃうのが嫌だということで、験担ぎ良しというふうにも言われるようになりました。でここに漢字がいろいろ書いてます、ね、足の子の足もこれも元 の、 あの足のことを指してますね。で全部あの良し足のことを指してる感じです。で、まあ、人によるとね、良し博士に言わせますとね、春は一番左のところ、真ん中2つは夏場の良しを使う、で秋から冬今はもうちょっと立ち枯れて茶色くなってますけどね、あれの時のまあいいという一番右の感じを使うみたいな、そんな使い分けあったんよっていう話も聞きましたが、まあそういうことじゃなくて、まあいろんなところでいろんな形で良しが使われている、足が使われているんだなということを示している一つの証拠かもしれません。で、滋賀県では良し文学の保全に関する条例というのは平成4年に、施行されています。で、私たち住んでいる近江八幡ではこの良しのところを含む、近江八幡の水郷というのが重要文化的景観の第一号、全国の第一号ということでね、選定されているっていう、その良しっていうのは大事やよっていうことをね、前々から滋賀県も近江八幡も訴えかけている、その一つの表れかもしれませんね。で良し原っていろんな機能を持っています。その中でもまず一つ目は鳥とか魚にとっては餌が豊富で隠れるところがいっぱいある、暮らしやすいところ、子育てしやすいところということになっています。一番最初のところのね、ヨシの話って書いてたところではヨシ切りが止まってましたけどね、ヨシ切りなんかはもうそのヨシ原のところに巣を作って卵を産んで子育てをするという、そういう風な鳥さんです。でこれが一番今日言いたいお話なんですけど、役割としては植物ですから光合成をして二酸化炭素を吸って酸素を出してくれるっていう、そういう働きがあるのと、で何よりヨシっていうのは成長するときに水中の風栄養化につながるもの、リンとか窒素とかを養分として吸い上げて大きくなってくれます。ということはヨシが大きくなれば大きくなるほど水がきれいになっていってくれるんですね。でそのまま放っておくと立ち枯れて、またそれがパタッと水に変えてしまうと、また風栄養化の材料になるものが水にいっちゃうっていうことで、ヨシっていうのは刈り取るべき植物なんですね。ですから冬はここでヨシ切りをして、それをまたどっか他のところで使うという、そういうふうなことをされています。その夏場の成長力というのはすごくですね、1日に 4,5 センチ伸びるぐらいの成長力があると言われていますし、何よりその一本のひょろっとしたヨシが2000リットルの水を浄化する働きを持っててくれているということらしいです。で2000リットルっていうことですから、皆さんのところのバスタブに入っている200リットル、あれ10杯分の水がきれいになるんですね。一本のヨシがひょろっとしたヨシが1年間成長するときに水中の風栄養化の材料の窒素とかリンとかを吸い上げて2000リットルの水を浄化してくれる、そういうことらしいです。で、今さっきのところもここもこの右上のところもなんかちょっとマークつけてますけどね、これについて説明させてもらいますと、皆さん SDGs っていうのはね、2015年あたりからいろんなところで聞かれるようになって、今国会議員さんなんかもこんなカラフルな、この右下のこんなバッジをねつけておられてるんです。これは17色の色分けになってて、17つの目標があるんですね。で、いろんな1番は貧困をなくそうとかね、2番は飢餓をゼロにしようという、こんな目標がありまして、それを2015年から15年間かけて2030年までに世界中でこのゴールを達成しましょうよというのが SDGs ということで呼ばれているものなんです。でこれに対しまして、去年の7月1日琵琶湖の日、制定の40周年になる去年ですね、じゃあ滋賀県としても SDGs 取り組まなあかんけど、特に琵琶湖に特化した SDGs としては MLGs っていうことでやろうやということで、マザーレイクゴールズ MLGs ということで、こんな和風な色合いのね、こっちは17じゃなくて13の目標になってますけど、1番は
清らかさを感じる水を取り戻そうとかね、2番は豊かな魚介類を取り戻そうとか、3番多様な生き物を守ろうとか、4番水でも湖底も美しく、このあたり全部その吉原が担っている役割につながるに違うかなという気がしています。で、7番のところは琵琶湖のためには温室効果ガスを減らそうという、でこの辺もやっぱり光合成で二酸化炭素を吸って酸素を出してくれますからね、こんなつながり、あといろんなところ、まあ見ていたらもしかしたら全部吉原関係あるんちゃうのというような感じも受けますね。こういうふうなことが去年からスタートしています。で MLGs、まあ、この名前だけでもまたこんな記号があるんやな、あの SDGs のカラフルなやつ、四角のやつに比べてね、ちょっと六角形で和風の色合いのやつで滋賀県独自のやつ決めたのがあるんやなっていう、これだけ覚えて帰っていただけたら嬉しいなと思うんですけど、で、ヨシっていうのは皆さんご存知ですけどね、まあ、なんかカットしますとこんな風にパイプになってます。ということは中に空気が入ってますのでね、断熱性能がいいのでヨシ図なんかに使われる。あとヨシ図で分かるように雨ざらしになってても表面強いですからね、水はけがいいということで土壌改良の材料にも使われたりとか、いろんなことで、使われようとしています。で、ヨシって英語ではリードって言うんですね。で、リードと聞くと、あ、もしかしたらあれリードって言うやんって思われた方あるかもしれません。クラリネットとかサックスとかリードっていうんです、こういうベロみたいなやつね、こんなやつをリードって言うんですけど、これ形のことをリードっていうんじゃなくて材料がヨシなんですね。ですからリードっていう、ヨシはリードですから、その材料のことからクラリネットのリード、サックスのリードとかいうふうなことが言われています。で、日本でも七匹のロゼーツ、もうそのまんまですね、ヨシの下、ヨシを薄く切って、で2枚合わせて、その合わせたところに強い息を吹き入れて音階を出すという、そういう音階を出すというか音を出して、その音階は指の方で、この穴の方で音階を出すという一力ですね、こんなふうなものがあります。で、うちの家内が使っているのはこんなもので、ボディが全部ヨシで、竹のです、はい、吹き口がついてます。竹の吹き口をつけることで小学校で子どもたちが吹いてる縦笛と同じように息を入れれば音が出ると、はい、音を出すのに苦労する楽器ではないんです。こんなやつをね、1998年に当時近江八幡市の河原ミュージアムの初代の館長をしてました菊井悟というものが、その地元のヨシを使って楽器作りたいということで、ね、思いついたのがヨシ笛です。残念ながらね、菊井さんとか今年の3月に亡くなってしまって、まあ、後継者っていうことで今まで育ててきてた人間たちが今残されて、頑張ってさらに、後世に伝えていきたいから、制作の仕方っていうのをみんなでマニュアルを作って、なんていうんですか、制作者の育成とかそんなも取り組もうとしているところです。私たち日本ヨシ笛協会と言いましたね、教会を作りました、このどん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 広げていこうというふうに考えます。さて、そのヨシ笛どんな風な音がするのかというのを聞いていただこうということで、ここからコンサートさせていただきます。